それではいよいよ原稿を作成していきましょう。まずは用紙を作ってページ全体のラフを書いていきます。ここまでは前回説明した機能だけでも作業できますね。ここでクリップスタジオペイントの特徴の一つ 3D デッサン人形を使ってみましょう。その前にレイヤーというものについて説明しておきましょう。この 3D デッサン人形を使うと体型が変更できますので、いろんなキャラクターに使えてとっても便利ですね。
ようやくペン入れの準備が終わりました。次回は下書きをもとにペンツールで清書していきます。このペンの書き味はぜひ皆さんにも体験してもらいたいと思います。